西の冷戦時代が去り、平和の光が大きく差し始めた新しい時代の幕開け、平成2年。防衛庁自衛隊は国を守る平和の担い手として国民と共に一層着実な歩みを続けました。迎え、新春の息吹を感じる中、陸海空各自衛隊の訓練が力強く全国各地で一斉に始まりました。習志野の第一空挺団による降下訓練始めです。新春早々の1月10日、戦車を12時間走らせる戦車操縦競技会が相場の演習場で行われました。競技には24車両が出場し、寒さや風雨と戦いながら延べ4832キロ、1台平均およそ200キロを走破しました。なお、この競技会ではテレビ実況中継も行われました。1月下旬から2月上旬にかけ、陸上自衛隊とアメリカ陸軍による日米共同統合指揮所演習が仙台駐屯地などで行われ、日米合わせて約3400人が参加しました。厳しい寒さや雪と戦いながら、積雪寒冷地における日米共同訓練が各地で行われました。2月下旬、関山演習場を中心に行われたノースウィンド90、また北海道では上富良野演習場を中心にノースシールド90も行われました。2月22日、アメリカのチェイニー国防長官を日本に迎えて日米防衛首脳会談が行われ、特に日米両国間のバードンシェアリング、日本側の次期防衛力整備計画などについて意見を交換しました。1月12日、航空自衛隊築城基地においてF4 から F15 への機種の編成替えが行われました。これにより西部航空方面隊の防空能力の飛躍的な向上が期待されます。平成2年には海上防衛の担い手として多くの自衛艦が誕生しました。護衛艦仙台の進水、補給艦トキワの自衛艦機授与式、そして潜水艦夏潮の進水、2月6日から始まった恒例の札幌雪まつりにはおよそ200万人の人が訪れましたが、自衛隊は雪の輸送や大雪像の製作を行い、その成功に大きく貢献しました。2月下旬、第45回国民体育大会冬季大会のスキー競技が青森県の大鰐町で行われました。陸上自衛隊は延べ1300人の隊員を動員し、
コース作りや競技運営などに協力しました。1月25日、強風と高波の中、丹後半島沖でリベリア船籍の貨物船が座礁しました。自衛隊はこれに対して災害派遣を行い、船員23人全員を救助するとともに、流出したおよそ37トンの油の回収に活躍しました。2月28日、第二次海部内閣が発足。これに伴い、およそ7ヶ月その任に当たった松本長官は離任しました。代わって、第48代防衛庁長官として、石川洋蔵衆議院議員が着任しました。そして3月1日、鈴木政務次官が離任し、第46代政務次官として谷垣定一衆議院議員が着任しました。また3月16日付で石井統合幕僚会議議長が離任し、寺島陸上幕僚長が第18代議長として着任しました。同日付をもって第22代陸上幕僚長に島陸将が着任しました。3月18日、防衛大学校の卒業式が行われました。晴れの卒業証書を手にしたのは第34期本科学生430名と第27期理工学研究科学生59名です。海部首相は訓示の中で、常に初心に立ち戻り、志を高く大きく持てと述べました。また4月5日入校式が行われ、第38期本科学生438名、第29期理工学研究科学生64名が入校しました。防衛医科大学校の卒業式は3月11日行われ、6年間の学業を収めた第11期医学科学生76名が出席者の祝福を受けて巣立ちました。また入校式は4月16日行われ、およそ50倍の入試を突破した65名が第17期学生として入校しました。3月31日、航空自衛隊の平成元年度末の部隊新改編が行われ、千歳にある第3校舎群の主要装備として新地対空誘導弾ペトリオットが配備されました。これは防空ミサイル部隊近代化の幕開けともいえます。航空自衛隊の婦人自衛官教育隊が3月1日付で教育大隊に昇格し、防府南基地に移りました。入隊式。こうして早速体育や教練が始まります。平成2年度からより高い資質の隊員確保を目的とし、今までの任期制に加えて
市から総まで障害管理することを前提とした総工保守制度を取り入れました。第31次南極観測支援の任務についていた海上自衛隊の砕氷艦しらせが4月13日、5ヶ月ぶりに帰国しました。そして11月14日、第32次南極観測を支援するため、隊員173名および観測隊員55名を乗せ、東京晴海から南極へ向け旅立ちました。4月10日から始まったアメリカ海軍が計画する環太平洋合同演習リンパック90に参加するため、海上自衛隊の護衛艦など9隻がサンディエゴに向け出発しました。リンパック90にはアメリカ、日本、オーストラリア、カナダ、韓国の5カ国が参加しました。4月5日、石川防衛庁長官は就任後初めて陸上自衛隊練馬駐屯地を初度視察、隊員たちを激励しました。続いて4月16日、海上自衛隊横須賀基地を訪れ、最新鋭艦瀬戸切などを視察しました。また7月23日には航空自衛隊府中基地を視察、その記念に花水木2本を植樹しました。続く8月には札幌駐屯地を訪れ、隊員たちを激励しました。石川防衛庁長官は4月30日から5月6日までオーストラリア、タイ、マレーシアを訪問、その国々の最高指導者などと意見を交換、我が国の防衛政策などについて説明し理解を求めました。航空自衛隊とアメリカ空軍及び海兵隊による日米共同訓練が4月中旬および6月上旬、百里沖訓練空域などで行われました。海上自衛隊の平成2年度遠洋練習航海部隊が5月8日、環太平洋諸国7カ国12寄港地巡りのため、約5ヶ月の練習航海に出発しました。そして国際親善に大きな役割を果たし、10月12日帰国しました。平成2年には、数多くの外国高官が防衛庁を訪れました。4月日仏防衛首脳会談のため来日したフランスのジュベルマン国防相、フランス国防省の来日は戦前戦後を通じ初めてのことです。日本を訪れる国交賓に対し、防衛庁では陸上自衛隊第302保安中隊及び中央音楽隊による特別儀仗を行っていますが、これは5月に来日したアラブ首長国連邦大統領です。このほか4月にはタイ国首相、5月には韓国大統領などにも特別儀仗を行いました。6月28日、第26回自衛隊高級幹部会堂が海部首相を迎えて開かれました。
海部首相は訓示の中で、特に自由主義国の一員として新たな国際秩序づくりに参画する我が国の使命の大きさを強調しました。会堂出席者はこの後首相主催のレセプションに招かれました。また会堂行事の一環としてアマコスト駐日アメリカ大使などによる日米安保30周年記念講演が行われました。7月2日付でミスター防衛長の愛称で親しまれた西広事務次官が離任しました。代わって第20代防衛事務次官に与田智治内閣安全保障室長が着任しました。7月9日付で米川航空幕僚長が離任し、第20代航空幕僚長に鈴木空将が着任しました。これで全幕僚長が防弾一期生で占められたことになります。6月29日、統合幕僚学校の卒業式が行われました。第29期一般課程の30名が卒業証書を手にしました。また7月9日には防衛研究所第37期一般課程40名の修了式が行われました。7月27日、海上自衛隊初の音響測定艦響が進水しました。なお暮れの11月30日には潜水艦春潮の自衛艦機授与式が行われました。春潮は水中行動能力が大きく向上した第三世代の自衛艦として注目されます。8月3日から5日間、ボーイスカウトの国際大会第10回日本ジャンボリーが関山演習場で開かれました。陸上自衛隊は開会式をはじめ、通信、競技運営、救急看護など多方面にわたって協力しました。夏休みを迎え、各地の駐屯地や基地でちびっこヤング大会や青少年キャンプ教室が開かれました。これは7月末勝田駐屯地で開かれたキャンプ教室の一コマ、ボートで川下り。子どもたちはこのほかレンジャー訓練やテント張り、飯盒炊爨などを楽しみました。8月、日本の各地で夏祭りが行われましたが、自衛隊はこれらに協力し、地域社会との交流を深めました。青森のねぶた祭り。秋田の竿燈祭り。山形の花笠祭り。そして徳島の阿波踊りです。自衛隊は
その現状を紹介するための広報活動の一環として映画やビデオの制作に協力しています。陸上自衛隊が協力した青春物語マドンナのごとく、そして航空自衛隊が協力した本格的な航空映画ベストガイ、これは航空自衛隊のパイロットを主人公としたものです。7月上旬、九州の中北部は台風による集中豪雨に見舞われ大きな被害が出ました。これに対し陸上自衛隊が災害派遣を行い被害の復旧に活躍しました。自衛隊記念日行事の一つ、恒例の自衛隊音楽祭りが8月22、23の両日、東京九段の日本武道館で開かれました。今年のテーマは未来へのジャンプ。特別ゲストに元宝塚の高塩智恵さんを迎え、約3万2000人が歌と踊りなど隊員が演じる華麗なステージを楽しみました。下旬から10月の初め、北京で行われた第11回アジア競技大会。これには多くの自衛官が参加、個人団体合わせて20個のメダルを獲得しました。アーチェリーで銀メダルの松下2位の練習風景です。9月上旬、恒例の陸上自衛隊総合火力演習が東富士演習場で行われました。延べ5万人以上の観衆が現代の火力戦闘を見学しました。9月18日、防衛庁は平成2年版防衛白書を発表しました。白書では東西関係の協調の流れに沿い、極東ソ連軍の潜在的脅威という今までの表現が削除されたのが大きなポイントです。10月7日、平成2年度自衛隊記念日中央行事のハイライト、観閲式と観閲飛行が秋晴れの朝霞訓練場で盛大に行われました。式典には陸海空の各部隊などからおよそ5000人、車両約300両、航空機約100機が参加しました。陸上自衛隊の第101飛行隊は沖縄県と鹿児島県の離島の休艦空輸を担当、これまでの約17年間に3000回の空輸を行いました。これはほぼ2日に1回の割で輸送したことになり、両県民からとても感謝されています。航空自衛隊入間基地では9月23日、自衛隊記念日行事として恒例の体験飛行を行いました。抽選で選ばれたおよそ1000人が大型輸送ヘリや YS-11 に乗り、多摩丘陵上空を飛行、空からの眺めを楽しみました。
航空自衛隊はほぼ10月いっぱい日本全域とその周辺で平成2年度航空自衛隊総合演習を行いました。この演習にはおよそ4万8000人650機が参加、陸上および海上自衛隊、さらにアメリカ軍も加わって訓練が行われました。11月12日、天皇陛下の即位の礼が行われました。自衛隊は北の丸公園での礼砲、祝賀御列の儀が行われた沿道での儀仗、徒列、総額におよそ1800人が参加し、その任務を果たしました。またおよそ800人に上る外国の来賓の方々の輸送に協力しました。11月18、19の両日、防衛大学校の開校記念祭が開かれました。展示飛行、空挺弾の落下傘降下なども行われ、恒例の大隊対抗棒倒しが一段と人気を盛り上げました。中旬、第10師団が担当して平成2年度の陸幕指名科目指定演習が相場の演習場で行われました。今回の指定科目は夜間戦闘でした。13個師団が毎年持ち回りで行う科目指定演習は多くの成果を残し、今年で終了しました。平成2年最大の話題は8月2日におけるイラクのクウェート侵攻でした。この中東における湾岸危機を契機に、我が国が国際平和の維持にどのような貢献ができるかという見地から、自衛隊の参加を盛り込んだ国連平和協力法案が政府から出されましたが、11月10日、審議未了のまま廃案となりました。政府は12月20日、平成3年度以降の新しい中期防衛力整備計画を閣議決定しました。それは我が国の防衛計画の大綱を踏まえ、効率的で節度ある防衛力の整備を目指すものです。暮れも押し迫った12月29日、第2次海部改造内閣が発足。これに伴い、およそ10ヶ月その任に当たった石川長官は離任しました。代わって第49代防衛庁長官として池田幸彦衆議院議員が着任。同日付で新しく江口和夫政務次官が着任しました。東西協調の始まりの中、中東における湾岸危機という平和の陰りを抱えながら、防衛庁、自衛隊は新しい時代に対応する質の高い防衛力の整備に努め、これからも国を守る担い手として国民と共に歩み続けます。